はい、こんにちは。ヘルメットおじさんです。今日はね、連投ですね。なんかマイクアダプターがね、マイクアダプターとマイク交換してみようと思って、前使ってたバッファローのやつ、1000何円のやつ使ってたんだけど、バッファローの250円くらいで買えるやつにちょっとまた交換してみました。でピンマイクの位置もちょっと変えてみたんですよね。どんなもんでしょう。音の方は声とあと排気音とどうでしょうか。どうでしょう。はい、あんまり変わりねえのかな。変わりないかもしれませんね。どうでしょう。3日連続で天気が良くて、3日間ともバイク乗ってますね。まあ何キロかしか乗らないんだけど乗ってますね。で今日はチームジャイロのケンちゃんのとこにちょっと遊びに行ってきたんですけど、ちょっとタイミング悪くてね、あんまりお話はできなかったんだけど、ジャイロ X の近況報告、ジャイロ X カスタムの近況報告の動画ですね。いや綺麗に溶接されてたね。いや俺も溶接機欲しくなったな、あれ見ちゃったらな。一応持ってるんだけどね、アーク溶接のやつ、半自動溶接いいね。半自動溶接機が欲しくなりましたあれを見てたら。はい、やっぱりちょっと飛ばすとちょっと寒さが刺さるね、やっぱりね。はい、じゃあ今回はジャイロ X 近況報告動画です。まあ短編ですけどね。それでは動画をどうぞ。どうだったでしょうか。ジャイロ X アメリカン仕様、アメリカンカスタム、どうだったでしょうか。まあ原付ツーリング、恒例の ORDC 原付ツーリングは一応4月頃やってみたいなっていう予定はあるんだけど、まあちょっとどうなるか分かりませんね。あともう1ヶ月ちょいくらいでもう4月になっちゃうから、ちょっと分かりません。わかりませんけど、まあいやみんなの段取りついたらやりたいと思いますね。もしかしたらゴールデンウィーク明けになっちゃうのかな。どうでしょうね。どうでしょう。よっと、まだねこのね WR のカスタムシートがね、車高を下げたくないからシートをローダウンしようと。低身長の俺には辛いから、まあ乗れねえわけじゃねえんだけど、乗れるんだけど、もうちょいちょっと足つき方がいいかなと思って、一回こうフロントショップ突き上げたりリアとかちょっと下げてみようかなって思ったんだけど、でも走行性能も変わっちゃうしなと思って年末に頼んだんだけど、まだ来ませんなんかいろいろ不具合があるらしくて、3回くらいまだダメなんですってメール来てましたね。よし、じゃあ帰りたいと思います。あ、原付ツーリングどうなるかね。皆さんカスタムしたり、まあいろいろチューニングとかいろいろやってるんだろうけど、あ、ぼちぼち原付ツーリングも雪なくなったくらいがいいのかな。やっぱ寒いからね。まあ次回動画出す時は原付ツーリングなのかどうなのかちょっと分かりませんけど、それでは次回の動画をお楽しみください。今日は緊急動画配信でしたね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。またね。